次ですトマ苫小牧で自民党の堀井学衆院議員の政治活動用ポスターに落書きされているのが見つかりました警察が器物損壊の疑いで調べています顔の部分が黒いスプレーのようなもので塗りつぶされています落書きの被害に遭ったのは自民党の堀井学衆院議員の政治活動用のポスターと講演会の看板です 落書きされたポスターなどはおととい戸間小前市若草町で合わせて6枚直線距離で1.5キロほど離れた戸間小前市双葉町でも6枚見つかりました警察は器物損壊の疑いで調べていますポリー議員は自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる問題で先月派閥からおよそ2200万円のキックバックを受けたことを認めて謝罪し